このコーナーは椎名ちゃん出演者の椎名めぐみと北川風花、スタッフの越前定子の3人が秋田県内の飲食店を食べ歩きしながら街ブラします。今回も4月28日にリニューアルオープンしたばかりの道の駅いわき秋田海横にお邪魔します。川頭ってわかんないですよ。金頭。金頭って何ですか？地魚です。地魚？食べたことないお魚、結構初めてあるね。てる、うん、ねえねえ、あ、ほうぼうがわかるよ。ほうぼう、金頭、何だろう。へえ、マゴチとかわかんない。わかんない。食べたことないけど、なんかかわいいね。マゴチ、カワチ、カワチ、カワチ、マゴチ。お一人だったら、なんか目に決めるなんか方法ある？なあ、だからね、あの1個しかないでしょ。これでもね、え、ちょっと、え、すごいよ。そうなんです。ゆり牛だよ。そうなんです。それで、ここですごい情報があって、はい、ゆり牛、今日ね、1品しかないんですよ。あの、品切れしちゃって、あ、1つだけ。人気なんだ。そうなんです。人気なんだ。1個だけ。ね、シェアする考えとかみんなないよ。ないけ、ないけ。ダメなんじゃない？1品食べなきゃいけないけ。いや、いや、でも、ね、食べたいじゃん。食べたいのよ、全部まるっと。なんかね、ちょっとじゃんけんしろって言った人もいて、じゃんけん、ね、じゃんけんで、ね、どうするっすかね。ちょっとやばいな。他の食いてえ人っていますか？食いてえ人、いや、ゆり牛じゃねえよ、こっちだよっていう人がいらっしゃる。いや、ゆり牛は絶対食べたいけどね。どうしようか、じゃんけん、じゃんけんか、まあ、じゃあ、うん、その他の高校じゃみんなちょっと、うん、それじゃない、うん、じゃあ何食べたい？ほうぼうじゃないよ、高校、高校。まあ、普通に間違ったのに、お腹減りすぎてね、言葉を魚にするのやめてますね。ほうほうだと思う。食べ物に聞こえるみたいな。海鮮祭りすればいい。あ、自分でミニ丼祭りすればいい。ミニ丼祭り、あ、いやでもね、ミニ丼だと肉が食えねえんだよな。これもいいよね、ユリンチ。美味しそう、美味しそう。ユリンチ美味しいね。じゃあさ、みんな、まずは決着つけよっか。はい、じゃんけんじゃんけんゆり牛の人をまず決めると。ゆり牛を決めよう。ゆり牛じゃないとこれいけないです。そう、そう、ゆり牛といってもね、あの、これもね、1個しかないけど、うん、この辺まだ肉ある。え、あるんですか？そうそうそう、あの、本当ステーキが1個だけらしいですよ。ちょっともうスタッフさんも苦笑いよ、もう。あ、本当？苦笑いってか、あの、笑ってた。あ、言われちゃった。消えた、消えた。うちらがこんな喋りすぎて。ちょっと待って、バッテリー節約します。食べてる時にね、切れたらえらいことなんだよ。だって何の心配して、こっちの心配して。こっち、じゃあまずじゃんけんしよう。じゃんけん、やっぱりじゃんけん。じゃあ行こう。じゃあ、これで。やばいな。最初はグー、じゃんけんぽん。それでいいの？はい。怖え。外れたくないねって感じで。いやちょっとオガハントに負けるかな。じゃんけん。綺麗だね、オガハント。じゃんけん。じゃんけんで。じゃあ行くよ。じゃあ最初はグーからいくので。海猫じゃんけん。海猫じゃんけん。海猫じゃんけん。最初はグー、じゃんけんぽい。おお。ごめんなさい。本当ごめんなさい。うるさいうるさい。来ても、でも、今ゆり牛買ったらばいから。もう一回行くよ、もう一回行くよ、最初グー。最初はグー、じゃんけんぽい。おお、決まんね。すごくない？ごめんなさい。じゃあ行きましょうね。最後、弓横じゃんけん。弓横じゃんけん、最初はグー、じゃんけんぽい。ありがとうございます。負けちゃった。ふかちゃん、でもさ、ほら、さっきさ、ペグさんさ、シェアの概念っていう話してたじゃないですか。あ、さっき車の中でね、私お刺身ですよって言ってた。ちょっと待って、みんなってことはもしかしたら、ちょっと今じゃんけんしたでしょ。おこぼれよ、お腹いっぱいよ。お腹いっぱいだったらちょっと考えてね。お刺身って言ってた。シェアの概念、シェアの概念。私が全部いただきますけど。次回も3人が飲み物を堪能します。